でも仮にさ整形でもさ自分を電波悪い綺麗になろうって思うことは別にいいと思うけどね。いや整形賛成派タイプだよ、別にいいんじゃないって感じ。まあ前も正確に難ありだから未だに結婚できないんだろうね。性格を磨け、例えばどんな風に、この子誰、俺っち健康的でしょ、この時体型戻すね、中身磨かなきゃ、中身うまくいかないのかな、不安になっちゃう。だってちなみに私アルコール依存じゃないよ、だってあれから一回も飲んでないし。ちょやめて、みんなで否定すんの、否定されすぎちゃうとうわーってなっちゃうから、うわーって。眉毛どこ整形決めてない、もうその時の気分かな。で韓国行くじゃん、で今からあの整形してくるねって、あのバイバイって配信切った後に医者と話して、その時に決める何するか。知らん、まあ確かにね、そう気分で整形、何するかは決めてない、お楽しみやばいでしょ。でもガチのそんなあの大掛かりなことはしないつもりだけど、体温計でそんなことしたっけ。いやもう行くんだって、飛行機取ったんだから予約。ただまあ12月行くってなったらキャンセルしないといけないけど私整形で今まで成功してきたの、1ヶ月前勢いで目の下の脂肪注入したら失敗して病んでる。1ヶ月前だからまだダウンタイムだって、ダウンタイム。あとなんかさ目の下のあのクマ取りとかもちょっと流行ったじゃん一時期、あれもねあの失敗っつうか、まあ、目の下のクマをなんか黒グマとか茶グマとかあるじゃん、あれもだからまあクマは取れても風船が割れた原理で笑った時にやっぱ目のシワとか増えたりとか、だからメリットデメリットあるよね、どうしても整形っていうのは。もうナイスは無理、12月やろうと思ってるけどもう無理かな。でも先月も結構荒れてたからね、荒れながらやってたから。でやっぱりその毎日配信してないじゃん今って、だから、まあ、しょうがない今そう言われても、無理、やめようかな、やめようかな、やめようかな、ちょっと待って、よいしょ。まあ自分次第だよね、ぶっちゃけ自分次第だよ。でも先月も言われてたよ、ナイスな配信しろよとかね。まあ今月はしょうがないかな、そう言われても。ブリッコ配信がキモいって、私ブリッコしてないよ、私ブリッコしてなくない、たまに言われるんだよ。ナイスの時ブリッコする、え、ナイスありがとうとか、ナイスくださいとかしてないよ、やめてよ、本当にしてないからやめてよ。してる？いやしてないよ、
や生理的に気持ち悪かったら絶対見ないけどね、眉の枠も。生理的に無理な人の配信って見たくなくない？いや、ありがとうはなんか、いや、ありがとうとかじゃなくて、ありがとうって気持ちの時は気持ちが高ぶってありがとうありがとうみたいな、その時の本心だからぶりっ子じゃないよ、うん、仮に彼氏の前でぶりっ子は別にいいんじゃない？ぶりっ子してたとしてもそれはいいんじゃないね。わからん、なんかいじめやすいのかな、まあ言って生意気生意気いやどうだろうな、わからん。あ、でもまあよね、ブーちゃんとか好きだな。あと可愛こぶった発言とかもしなくない？なんだろう、えみたろちゃんもは声も可愛いし、まゆは声が低いからキモいって思われちゃうのかな、わからん。あいこが無理っこしてる、やめてよいやでも私サバサバでもないよ、まゆね、サバサバでもない、あの、ね、粘着しないリスナーとかにも、あの寂しい時とか、うん、寂しがり屋だよ前に。いや私エミ太郎と比べんなババアって比べてもないしね、私もうあと6分で終わるからやめて、その意地悪な感じ。今日は昼夜逆転が戻ったから、ちょっと朝から行動しようかなって。いやもう今日ね、朝の9時から行動しようかな。ああとですね、あのポーチがあの届きました。これをちょっと公開したいと思います。前のポーチ可愛い、かわいい、まゆサンシャイン、かわいい、欲しい、めちゃくちゃ欲しい、かわいい。でこれをあの11月のね、リスナー、応援してくれたリスナーさんにプレゼントします。かわいいでしょこれ、呪われそう、いらない、結構おしゃれじゃない、これ眉が作ったよ、これは自分で書いた手書き。これ結構高いからね、1個、高いよやっぱ作ると高いよな。ちょっと欲しいっていう方のしてみてほしい、欲しい方の。10人もいないの？いや、ノーじゃなくてノーだよ、ノー、カタカナのノね。しかもちょっと待ってね、結構大きい、結構入る、10個作りました、10個。これをあのリスナーさんにプレゼントします。なんで、あのマグカップ超人気だったけどね、マグカップの方が良かった、マグカップはちょっと人気すぎてね、今また再発注してるけど、ただマグカップちょっとね配送料が高いんだよ、でかいから。かわいい、メイク道具入れたらいいじゃん、メイク道具。マグカップちょっと高いから、であの応援してくれたリスナーさんにあの無料でねこれを配りますよ。
ステッカーと一緒に。無地いいねって何？前のこの太陽いらないってこと？まあ、そういうことです。これをあのリスナーさんにプレゼントで、あの毎月毎月あの違うものを作っていこうと思う。11月はこれで、12月はまた新しいので、また1月のを作っていく。好きな人は欲しいでしょ、眉のこと。まあ、そんな感じ。ちょっとお前9時からお出かけするから、また次はちょっと動画でやるね。ラジオで、最近ラジオばっかだから。で、眉のこのサンシャインのネタなくなったら次はハニーだね。ハニーと太陽のコラボレーション。じゃあまた次動画でやるね。やるときは。またね。いや、動画でやる次は。またね。